今日はこれと9ミリを息子が打ってきました。まあこれは打つというよりもなんていうかな、どんなリロードができるかをテストするのに、スピード測るクロノグラフ使ってやってみました。何を打ったかというと、よいしょ、スミス&ウェッソンの、460マグナム45口径で、この薬莢が46mm 4.5 センチ、前も比較やったと思うんだけど、単次電池ねよりちょっと小さいか、単にじゃないよ、単三電池っていうのこれ、単三電池なかなかこれで45ロングコルトとか454カスールを打つことができます。ところがカスールだけどうだっけな、カスールの薬莢光が、あ、これがウェンチェスター45カスール、これが、ホーナディの460スミス&ウェッソンマグナム、これだけ長さが違うので、もしこれをこの中で打つとこれだけの距離が重心まであるので、この間にすすが溜まりやすい。この場合だとここまでなのですすが溜まりにくい。そしてこれを打った後のこの隙間にすすが入って、これが入りにくくなるので、こっちの方がたくさん薬莢があるので、これを使って打ちます。今日なぜか知らないけれども460スミス&ウェッソンが欲しいって言ってたら、実際に、人が打っててリロードしないので10本もらいました言ってる見るもんだね。誰か聞いてたのかなって感じがするけど、これはもうすでに息子が現地でさささささっと綺麗にしてあるんで、もうこの辺りは綺麗なんで、これ以上は綺麗にはしません。そしてライト、こうやってライトを当てるとピッカピカ、鉛を打ったけれどもピッカピカ、全く、45口径ロン、あ、45ロングライフルじゃなくてロングコルトか、それの、一番上の、最高は900フィート毎秒打ってたんだけれども、それも結構柔らかいやつ、鉛がたまりません。もうちょっとスピード上げてみてもいいのかなという感じですね。今度もうちょっと上げてみようかな。超音速、亜音速じゃなくて超音速にするのもいいかなと思ってます。これはマズルブレイクといって、打った後に反動を少なくするためにこういうものがついてます。反動とか、上にピコットが効果
ここは跳ねたりするのを防ぐためにここでガスが上に上がって押さえるようになってるんだけど、これは鉛用で、あれどこにいたかな、もう一つ、もう一つはこれちょっと小さい目のやつ、これが銅のジャケット付きのやつ、ちょっとずつ穴が大きさとか長さとか違うみたい。ここのところのネジを外す、緩めるというかね、緩める方向じゃなくて押し込む方向に、左回りにするとここのところ緩んでクッと回すと取れます。交換できます。今度これなしで打ってみたいと思います。ね、やっぱりハンドがないと打ったかにしない。この銃をそうね、ロングコルトで打ってると結局は9ミリを打ってるぐらい。これはね、だいたい 1.2 キロぐらいのかな。 1.2 キロ結構重たいんだよね、銃自体が。結構重いんで、反動は非常に少ないです。重心は5インチ。なるべく短いのを選びました。今日撃ってた人は8インチ。問題は8インチをこれで両手でこうやって持つと、もう重くてブルブルブル震えてて。あれじゃ、ろくに撃てないんじゃないかと思うんだけど。まあ、数多く撃って慣れるようにと言っといてるんだけどね。どうなることやら。まあ、掃除すると言っても、これは汚れてないんで、ちゃっ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 ちゃでおしまいでした。ちなみに、これをダブルアクションで引っ張ると12ポンド。そして、シングルアクションにすると1.2ポンドです。そうです。軽い軽い。軽すぎるよね、これ。と軽すぎると息子は言っておりました。あ、慣れだと思うけど、はい。それが、460スミス&メッソンの今日の結果、まあ、ロンコルトで900フィットのやつと250グレインで700フィット毎秒くらいのロードができました。それも前から使ってるベクタンフランスの会社、イタリア製でどこに書いてあったっけ、あれ書いてないか、メイドインイタリア、あれ書いてないな、カントリーオリジン、フランス。まあ、これが来たのがフランスからだけど、多分、火薬を作られたのは、イタリアだということです。以上。